あ、無理、江越無理、振っちゃうよ。そこ振ってっちゃったらプロ無理。ごめん、江越言うわ。そこ振ってっちゃって無理。スイング良かったですか、西さん。ねえ、全然合ってねえし。高めのボール球のカーブ、タイミング合わずして三振。笑わせるなよ。無理だろ。ピッチャーじゃないと許されんわ。スクイズ怪我とかすんじゃないの、原監督。にんまりして。サイン盗むなよ。あれ間に合うんじゃない？セーフじゃないですか、審判。はあ？見せてください。じゃあリプレイお願いします。入ってんじゃん、先の足が。アウトです。すいません、アウトです。ごめんなさい、立てついてごめんなさい。アウトです。ちょっと日本ハムさん、答えてくれたんですか、日本ハムさん。もう俺がちょっと一番欲しかった。正直今日のドラフトよりもこっちのがそわそわしてた。加藤なんかいいよねっていう選手。こういう選手がいいのよ。ちょっと下柳思い出して、下柳よりは破天荒じゃないけど。やっぱ2005年の阪神、下さんいたかな。ちょっとわかんないけど。下ポジ、卑猥だな。下ポジです、加藤は。ちょっとガンケル秋山の放出はちょっとね、阪神要素だいぶ減るけど、まあ、これはしゃあない。